北朝鮮の金衛鉄朝鮮労働党中央委員会副委員長兼統一戦線部長はいつか、平壌で韓国の張明人志治一部長官と会談した。金党副委員長はこの日、高麗ホテルを訪問。その際、金正恩国務委員長は現地指導中であり、 今日開かれるバスケットボールの試合は観戦できないかもしれないとし、昨日は試合をテレビで観戦されていたと明かした。